ゆうだ。ゆう。ひら。好きな色何って聞かれて無色透明って答えるやつ、ベンチャー企業に就職するヤマト。カナダでーす。マスク失礼します。失礼しました。今日はね、に今日は女子。うーん。ふぅー。子供チャイルドになってもた。ふぅー。はい。フェフェだけで乗り切っていけなかった。この間ゲームセンターに行ったら UFO キャッチャーやったんですけど、楽しかったですよ。あれがめちゃくちゃ楽しかった。楽しかった。まあ、ああいう遊びって、まあ、昔だったら、まあ、親からもらった1000円だったりとか、まあ、自分でお小遣い貯めた500円だったりとか、うん、そんな多くは使えなかったけど、まあ、せっかくなんで、まあ、大人買いみたいな感じで、がっつり昔やってた子供の遊びにお金をかけるっていうのを企画にして参りました。ということで、本日の企画、自分で選んだやつ当てるまで終われないガチャガチャー！うわー！終われない、引っこ抜けば最高の企画だったね、うん、引っこ抜きて終われないだけ。皆さんどうですか、ガチャガチャ昔やる子供でしたか。みんなやってたよ、あの覚えてる、そうワンピースのこの、閉めてないの、そうあれで、じゃああれを全部買ってこう並べて繋げる、そうそうそう、で、リキアがあのリキアがね、黒ひげを持ってて、で俺黒ひげだけ持ってなくて、俺黒ひげ欲しいからリキアに欲しいって言ったら、あ、じゃあ売ってあげるよ、小学生よ、うん、売ってあげるよ、うん、交換でよくね、交換でいい、交換でいい、で1個300円ぐらいの500円で売ってあげるよみたいな、おー利益用としてねまあで俺は他全部持ってたんだけど、どうしても自分で当てたかったから回したん、当たったんだよ、でリキアに嬉しそうに当たったって言ったらブチギレどの要素にぶち切れ、いやまあ利益入れなかったからでしょ、うでもそっから1ヶ月ぐらい口聞いてくれない、まあ、そんなことがありまして、今日ガチャガチャをやっていくんですけれども、うん、膨大な数のガチャガチャがある場所を今日押さえてます。え、ヨドバシカメラ以上にあるの、あそこのね、あそこのヨドバシの6階とかのガチャガチャザーってあるところ以上に多いガチャガチャがあるってこと、なんてとこ、どこ、まず吉祥寺、あれヨドバシの吉祥寺だよね、うん、これはヨドバシカメラ、あーヨドバシカメラか、ヨドバシね、あそこは多いわ、いやヨドバシはね、盲点、盲点っていうか、夏見てたっすね、ここで見てたっすね、東大元暮らし、今日は今からそこに行きます。いやルールなんですけど、1個に決めます、まずガチャガチャの台を、1人ずつその欲しいやつを言います、最初に、でそれ買えんのなしで、それが出るまで買えれない、まあ何がミソかっていうと、自分が欲しいやつを他の人が当てちゃうよっていう順番だよね、多分俺が回そうとして、俺が欲しいのの前にユータが出てきて俺の取っちゃうとか、あーそうそうそう、そこがどれだかじゃん、多分そこがどれだかだよね、言ってから俺がそこだけど、言ってからです。今日はもう僕たちこれ高校生、一切捨ててこう22っていうこの感情を、じゃあ取れ高とかそういうのはなしでいくと、全くなしでいく、オッケー、うん、最高だ、ごめんね、なんか YouTube の動画なら撮れたかとか気にしなくて、うん、そういうのも見たいと思うよね、まあそうなん、ね、じゃあ今日は子供なコムドット皆さんお楽しみください、はい、それではやっていきましょう、はい、ということでガチャガチャコーナーやってまいりました、はい、すごい、やばいよね、すごい量だよ、まあ、20台以上あるね、ということでね、まあ、今から1台に絞ってそこで自分が欲しいやつを決めて、まあ、ガチャガチャ回していくんですけど、なるほど、まあ、最初からそれ決めてちょっと喧嘩になっちゃう、自分が欲しいのをなんかちょっと回すみたいな、うん、とりあえず最初はね、まあ、運試しに種ね、そう、うん、てなる、俺これにしようかな、ドラえもんだ、まあ、これでやっぱ欲しいのを選んどいて、それ当たったらやっぱ運いいから、ああ狙い、ドラミ狙えよ、いや俺これミニドラえもん、分かりづらい、ぱっと見で分かりやすいマジガッガガッツェ、開けないと分かんねえし、はい、分かりやすくドラミ出ろ、あやれやれのドラえもんだ、いやじゃあ分かんないよ、やれやれのドラえもん、これね、このやれやれのドラえもん、あとそれでいい、もう一個やってミニドラえもん欲しいんじゃない、そういうこと、これのじゃ空気砲で、いや伸びたね、なんなんだよこんな、伸びた出ちゃう、伸びた出ちゃう、あ青だ、おおドラえもん確定だ、あこれだ、あこれだ、存在だ、これだ、いいやん、こっちも欲しいかも。おー、じゃあしんちゃんやる？こっちも一緒なの、じゃあいきます、まあ、しんちゃんで、はい、あ、いいね、分かりやすいよ、うわぁあこれマサオ臭くね、マサオ臭い、ガリガリマサオ、ガリガリマサオ出た、マサオくん欲しい、じゃあもっと値段で頑張れ、すいません、マサオくんマサオくんが欲しいです回したらいい、あ、回しているわじゃあしんちゃん出たら交換しよう、あ、いい、醍醐味だ、醍醐味、おお、何何何、待って、おお、マジすげえ、すげえ、ゆうさ、ほんぺ好きじゃん、うん大好き、なんかプニプニしてる、こういうの、お、ガチいいよ、え、これ本当プニプニしてるんですよ、え、ペンギンあ、ペンギンだ、アグネスちゃんみたいな、
わ、トカゲだ。ねえねえ、ヌメヌメする。ほら、うわすげえすげえ。何を隠そうね、僕は鬼滅の刃が大好き。これいっぱいあるんで、俺が欲しいコンビ、俺はやっぱ炭治郎と煉獄さんのやつ。あ、仲いいの炭治郎って。うん、まあ、指定関係みたいな。おオレンジは炭治郎。あ、炭治郎と時藤だ。無一郎のやつ。俺も嬉しいよ。デモンストレーションもらいましょう。誰も当てれてない。いや、家の方がマスオくん。あ、すごい。リル中ほら、お前アパホテルの社長じゃん。例えばあっちゃんがやったのとか4種類しかないから、ぶっちゃけ自分の欲しいやったのすぐ出ない。だから、まあ、じゃんけんですよね。うん、じゃがちが大選びでいい。俺は言っとくけど、このいっぱい種類あるやつするよ。気づいてるね、自分だけ違う。気づいてるって気づいていい、俺グー出すね。最初はグッ、じゃんけんぽい。おお、最初はグッ、じゃんけんぽい。バカかよ。よし、あのね、これ動画回る前にちょっとあっちゃった人遊んでたやつがあるんだけど、それにするわ。あの充電器のコードにつけるやつ。おお、ダメだよ、こんなすぐ終わっちゃうだろ。終わんないよ。鬼滅の刃引っかかるから。じゃあ、あった、俺が一発でここで出したいの当てたら、そっちに。あ、いいよ。え、じゃあそれくれる俺。あ、よし。お、おごりやん。ゆうた何欲しいの？ブリブリザイモン。ブリブリザイモンが欲しいって言うたが、ゆうたにブリブリザイモンあげればあれにしていいと思う。そうそう、ブリブリザイモンが高いから出てこないんだ。ブリブリザイモンが、ブリブリザイモンが、いや、姉ちゃんのせいで。いや、それはない。二発目です。どうした、どうした。一発目、どうした、どうした。あ、決まりだ、決まりだ、決まりだ。お前マジすげえな、マイルス。お、紫だよ。ブリブリ、じゃーん、よっしゃー。うわー、どう、すげー。鬼滅でいい、いいよ。よし、はい、じゃあ鬼滅ライバーに。じゃあちょっと欲しいものを選ぶタイム作ろう。あ、いいよ。あ、そうか。わかんねえよ。富岡義勇、尾花井、品塚。いや、俺これがいい。あ、さっき山本が買ったやつの。あ、そうなの。けどもう帰れないよ、お前。出にくいから。俺善逸と禰豆子。うわー、いいわ。結構いいね。それはいいじゃん。じゃあ俺、炭治郎、煉獄さん。あ、いやそれはいいね、やっぱ。これ、はい、親方様と両名。わぁ、言わんと、このコンビもホットラインで激アツですか。あ、それか。まあ、ルール説明するんですけど、今、それぞれが欲しいって言ったら、まあ、それを当てる前に買える。まあ、多分ガチャガチャも限度があるんで、まあ、枯れたら、次の買える。うん、違うやつ。それはそう、それはしょうがない。でも、ほんと1日だと言う。オッケー、禰豆子と、いいよ、善逸が。最悪や。はい、お疲れ。これ1個、まあ、逆に連続で来ることもあるんだよ。おお、さっきと同じだ。うわぁ、つくらー。で、山とかぶりだ。出たら山出るんだ。お、うわ、カナオト。カナオト炭治郎だ。炭治郎、これ連続とかない。連続もある。え、ちょっといい。だから、ここ俺がやってくればよかったとかなるわけ。そうそうそう。じゃあ俺入れていい？じゃんけん、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 じゃんけん。あれ、もう来るの、親方様じゃない。おい、ヒューマン。おー、ヒューマンだ。うわー、お前何がジョークだよ。じゃんけん、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 じゃんけん。うわー、またかぶりだ。うわ、俺のやん。あ、ヒューマンの。うわー、今俺の確率が上がってる。うわー、わかんねえ。あー、ゲンヤと、あ、じゃん、これか。ゲンヤ炭治郎くん。あ、僕は一発で帰っていくと。青いイノスケとかじゃない。お、イノスケ。うわー、でもこれ嬉しいね、でも普通に。うわー、ヒューマやってるよ。ちょっとここで俺だ。俺絶対出るわ。まだあるよ。あー、もうゲンヤと炭治郎。今から無双するぜ。やっぱ一気に投資して早めに回収していくっていう。うわ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 、どんどんヒューガーがなくなっていく。1個目の方終わっちゃうんだよ。うわマジか。うわこいつ何やってんだよ。炭治郎とカナオだ。おお、おいしそう。もうそろそろだろ。ヒューガー、うわヒューガーマジヤバいよ。じゃあもう何個出たヒューガー今。4つ出た。4はヤバい。もうないよ多分。ヤバいね。俺はマジ当てるよ。見極めは大事だよな。見極めちゃ入ってたまたま当てれば袋つくんじゃない。俺はもうそれが無理だから銀勢でいける。うわ、うわ、ちょっと待って。はい、当たった。うわすごっ。しゃあ、え、
まあ、先に帰宅やん。いいの、マジマジいいの。羨ましいわ。うん、羨ましいわ、山本さん。帰れるって言うのよ。俺は帰らないよ。このロケの撮れ高を見守るよ。これ嫌になったら、ゆるっとやりそうなエピソード。そんなことないよね。じゃあ、一回俺トイレ行ってくる。まあ、違う。トイレ逆だもん。俺にこのヒューアのやつ出たら、俺あげる。そうそうそう。じゃじゃ、べー、ほらねー、ほらねー。ダメです、ちゃんとやって。俺見守ってる。もう減ってきたな、だいぶ。俺この台は諦めろ。おっと、待って、待って、俺っぽい。おーちゃんだ。もう一問。もう一個で当たったんじゃない？ああ、いや、ダメだよ。うわ、全然ちげえ。俺じゃ3回続けていい？おお。あおぎり積極性。かけに出た、かけに出た。ここでかける。やばい。ガー！ゲイゲイや。うわ、俺だ。おお。おい、だって今1回で1回でいけてたら俺3回回したよ。めちゃくちゃだよ、そういう企画なんだよ。うわ、誰？弟。お、落ちちゃう。ギーギーギー。あれ、今出そう。うわぁ、うわぁ、終わりました。じゃあ、お疲れ様でした。ちょっと待って、帰ろう。飲めるよ、もう。あ、帰りてぇ。やばい。うわ、伊之助。あーちゃんがカンニングしてた、今見た。今、伊之助が出した瞬間。あーちゃんが俺行くわ。嫌な匂いする、嫌な匂いする。お前、久々に寂しさ。行くわ。選んだキャラが悪かった。当たった相手が悪かった。伊之助連続している。行きます、連続で行きます。お、連続のタダね。うん、ついてんげん。うわ、おお。これもだって確率的には今一番初めて低い。うん、今日したら連続で行っちゃうわ。3連続。うわー、シューガー。おお、マジで行く。うん、煉獄出たらやばいね。うわ、ゆうた終わりだよ今の。ゆうた、ゆうたマジやばい。お前、ゆうたマジやばい。じゃあもう最悪もう2人で回しながら撮って帰って、ね、いいですか。はい。ここでまさかの朗報です。残り4つ中どちらかの球が1玉ありました。え、うん、じゃあもうどっちのがあるか言っていいですか。いいですか、発表します。これゆうたくんのがありました。ガチ。でもじゃんけんじゃね、こっから。そうだね、最初はグーじゃんけん。はい、ご存在。はいはいはい。でもこれ出されたら終わりや。あっちゃんの電話始まった。うん、全部は。うわぁ、にゃずれだ。シーコやった。あとはじゃんけんに本気入れるやん。マジやばい。最初はグッズじゃんけん。あいこ。うおー、やばい、やばい、ワンチャンある。うわぁ、1人になった場合マジやばい。いや、1人になって大概になった場合マジやばい。当たった。やばいね。うわー、煉獄かわいい。青木くん、はい、もう一人になったんで代替えしたいなら僕たちが選ぶんです。まあだから何回か浮気しに行ってもいいよとか。はあ、それで一発で出たのめっちゃかっこいいよね。普通にしてみるか。そしたらだからクレヨンしんちゃんとか見ない。あ、7種類あるので。おお、景色変えたいからクレヨンしんちゃんがいいな。オッケー、いきますか。ちょっと、まあこれも種類多いんで白で。おー、白だ。これね。うん、そうそう、こっちの方が出そうだな。いや、それ同じようなもんだよ。ほぼ並ぶんです。おれ、ほんと白っぽい。お、白。おー、白だな。やっば。いや、もっと苦しめや。わかんないよ。ガチうざいや。俺は気使ってこれ回させてやろうと思ったら当ててる。えー、ということで勝ってみましょう。勝ったということで結果発表。醍醐味となりますのは、はい、誰がいくらを使ったのかね。一番最初上がったからって回数少ないから。そうだね、ああ、そう、ランダしてるやついるからね、最初に。で、上がった順番に。うん、オッケー、オッケー。第1位、10回、ヤマト。お
おお10回完全に出したら、はい、僕が会ったのは善逸禰豆子これですね。それまあすごくないけどねそれはもう一番出てきて20回くらいようになってたそうだね、まあ、僕の作戦は、まあ、連打するっていう、うん、最高だけどねこいつだけどこれだからできたよな皆さん叩かないであげてくださいそうだね今回はこれ俺らの中でやってるだけで本当は超好きなキャラクターありがとうございました1位、まあ、すごいね珍しい俺が声なんで1位が第2位5回ユーマおーすごいやっぱユーマってマジすごいね1500円で普通に当てたってことでしょガチすごい僕が当たのは屋敷姫島行きおー鬼滅ファンからしたらここの信頼関係はえぐいからね素晴らしいねやっぱユーマってお金使わない企画でも知ってますか皆さんあのユーマくんの歌の動画って知らないですか、はい、あのカンパされたお金が全く使われてないあのまま置いてありますよあのままあ皆さん知ってました、はい、ユーマが台所の横のところに俺が入れた最後に1万円をファッて入れた形のまま置いてあったから、うん、ユーマこれお前何してんのみたいなこれねもうほんと初めて音楽でお金稼いだんでそれもオブジェですよ言ってあオブジェなんだみたいなあ、そうなんだめっちゃかわいいなとか言いながらこうやったらサッて言えたらヒュッあれずれたのが嫌だったってことサッてあの一番最初でパッてハッオブジェ折れたみたいなことだもん第3位8回ヒューガーあらっしゃーよっしゃーよっしゃーよっしゃヒューガーが当てる前に結構当てられたよやばい俺はマジで焦った俺が10回で1位なのにここが58でね23人のめり僕サネミオバナイギユですこれやばいよねいやこれねやばいよえユータここ誰が知ってるギユは知ってるあーそっかそっかギユは最初出てるサネミもねルックスは知ってるサネミはルックスじゃないんだよもうサネミ最後禰豆子の頭ポンってするとこで俺は普通に死んだもん不助死かよお前第4位14回ユータユータみたいなするユータやばいってユータさん4位ですかユータねユータお金使うわユータっていつもね2番目に使う4000ぐらい使ってるね今回は俺が悪かった俺これだったんです煉獄さんと炭治郎これねみんな見てたから分かると思うんだけど合計で3つぐらいしか出なかったから選んだ相手が悪かったっておおお疲れ様ですやっぱ変な位置にいますよ最下位15回アマゲリよしいやいやいやわーしゃねーどうですか1位になった感想としては1位大人になればヨドバシカメラでもお金を使えるようになった当たり前だな陰を踏んでみましたけどどうですか大人になればヨドバシカメラですおーそれ考えすぎて文明腐ったオチないっすよ分かった落ちたよもうええちょっと最近待って急すぎるなんだよ急すぎる急すぎる落ちたんだから急すぎるってちなみに僕の上がり商品白ですあそうなんだ商品言ってないのに落とそうとしててあおめでとうございます第5位はい今日も経済回しましたもうこんな感じでねやっぱ昔の遊びできるの楽しいんでなんかやってほしい昔の遊びだったらちょっとコメント欄さんにコメントしてくれるといいよもうやるよ落とせはい落とせはいいいよやるよはい今で今みんな行くぞせーの落とせまあそうなるわさすがに恥ずかしそうだせー落とせ落とせ落ちろ落ちろ自分抜けて自分抜けて落とせ落とせ今落とせ今落とせ今落とせ